こんにちは、黒田和義です。深尾太子さんです。こんにちは。はい、よろしくお願いします。今日はララバイオブバードランドということで、もうジャズファンやったらみんな、一度は聞いたことがある、あれや、あのサラボーン、クリフォード・ブラウンなんじゃない？うん、クリフォード・ブラウンのやつやろ。あれ、チェイスじゃないか。うん、そう、でもあの、あれやな、うん、いいトラック、ファーストトラックに入ってるやつ、めっちゃ有名なアルバム。うんうんうん、ジャバダバリッてやつやろ。いやー、もうね、まあ、あれはもう絶対みんな聞いたことがある、あのメロディーよな。あれの有名なララバイオブバードランドですが、まあ、バードランドっていうのはもともとバードランドってお店があって、そうだね、ジャズクラブね、ニューヨークの ねバードっていう要は、愛称やったチャーリー・パーカーのことが大好きやった店主が作ったやろ。うん、そうそうそう、それでその名前にあやかってバードランドっていう店を作って、うん、そのお店がなんかラジオ番組をスポンサーすることになって、うんうん、その毎時にかける曲が欲しかったん。バードランドみたいな曲が毎時にかけるのが欲しかった、うん、でジョージ・シアリングに何か曲なんか作ろうやとか作ってやっていうか、今日最初は弾いてややったらしいの。オーナーの作った曲をあのジョージ・シアリングに弾いてもらってレコーディングしようと思ったんやけど、うん、そしたら、なんでかって言うと、その毎日にかかるのもロイヤリティとか多分あるからやろな。だから自分の曲をやりたかったんやけど、ジョージ・シアリングがなんか、どうもその曲があのしっくりこうへんくて、うん、僕は曲作ってもええかなってことになって、うん、でもジョージ・シアリングが作った曲が毎日かかったら、ロイヤリティが全部そっちに行っちゃうから、うん、それはそれで困るので、うん、最終的にはなんか半々にしたらしい。あの、あ、作った人の権利とパブリッシングさの出版の権利とで分けて、なるほど、でできた曲がこのララバイオバードランド。ああ、そうかそうか、そういうエピソードがあったんや。ラジオのその毎日かかるやつやな。そういうことか。だからテーマソングみたいなやつやな。そうそうそ そう、テーマソング、その通り。でそのしかもあの10分で作ったとかウィキペディアに書いててさ、あのそのこれができたのが1950年代ねんけど、その20年代にのブロードウェイのヒットソングでさ、Love me or leave me or let me be lonely You won't believe me but I love you only I'd rather be lonely、 あの曲のコード進行を使ってチャチャチャって書いた。なんていう曲だあれ。 Love me or leave me、 Love me or leave me か、うん、そうあれのコード進行の替え歌になってる。そうでもってそれからさ、コード進行全く一緒やと思ってさ、そのバードランドの子守歌の時に Love Me or Leave Me を無理やり歌おうと思ったらさ、ブリッジで全然違うことになって、ああ、そうかそうかそうか、完全に一緒ではないってことがそういうことか。そういうことか、そういうことか。いや、全然全然そのテーマソングっていうのは知ってたけど、そんなエピソードがあったとは知らんかった。しかももう一個喋っていい？なんかこれ、まあ、なんかな、あの私があのジャズ歌い始めた時もこれ練習してさ、うん、で先生のアメリカのな、黒人の女の人の先生のとこ持ってって、うん、これ歌おうかなと思ってって言ったら、先生がこれあの亀が出てくる歌やろ、あんな気持ち悪い歌よう歌うなみたいなこと言い張って、亀がイチャイチャしてさ、なんか唇でイチャイチャ音立てて、あ気持ち悪い、私あんな歌は大変わとか言ってたはったの、うん、でそういうイメージでいたの、うん、でも私は最近私の生徒さんがまたこの歌を持ってきてこれ貼って、うん、でもう一回改めて歌詞を見てみたら、タートルじゃなくてさ、タートルダブズだったんや。ああ、そう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 か。でタートルダブズって鳥なのよ、ね、亀じゃないのよ。あれに出てくる鳥やろ、12のクリスマスソングのやつ。ああ、そう、あそっか、そう、なんかあの愛の種の象徴みたいな生地箱。そう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 、そうね、目をとのつがいにいるのが象徴みたいな、求愛のためにやこうね、あの亀やったら気持ち悪いけど、生地箱そうなんだよ、全然。じゃあだからバードランドやんみたいな。ああ、なるほどなるほど、どこにつながんねん。それでさ、だから今度あのブリッジのとこでウィローって出てくんねんけど、これもウィローは柳やと思ってるけど、ひょっとしてウィローっていう鳥がおんのかもと思ってさ、慌てて調べたらこれは柳やってる。あ、これっていうエピソードで、はい、じゃあの歌詞いきましょうか。はい、お願いします。そうやねん。はい、それでは歌詞の、1段目、
まあ、ララバイオブバードラン、まあ、ララバイオブバードラン、これはもうだから店の名前にかけて、うん、で鳥の世界ともかけて、うん、で子守歌、その音楽やってるところから、そういうのをこうまず1個目に持ってきてるのに、ララバイオブバードラン、これ歌詞をつけはったのは2年後ぐらいやったって聞いたけどね、でも、うん、先に曲ができたらね、あのララバイバードランド、うん、That's what I always hear when you sigh。 ここまで歌うね、ララバイバードランド、That's what I always hear when you sigh。 だからこれ歌で言うと、ララバイバードランド、That's what I で消えるけど、うん、意味的には、Always hear when you sigh までが一セン、うん、ここまでね、うん、Always hear when you sigh で、要はあなたがため息をつくときに聞こえてくるのは、うん、ララバードランドの子守歌、うん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 、結構あのこうポエティックやな、あの、うんうん、な詩的な感じやな、うんうん、Never in my world land、 world land っていう言葉は特にないんやけど、 bird land とかかけるための造語みたいな、うんうん、言葉の世界じゃなくてバードランドのこなんか音楽が聞こえてくる、もう言葉では到底無理、この私の気持ちを表すのは、うん、みたいなことが言いたいわけよ、このすべてで。Never in my world, world land. Never in my world land. だからバードランドではこの私の気持ちは表せるけど、ワードランド、言葉の世界ではもう表せない、この私の思い。ああ、ワードランド、ワールドじゃなくてワードランド、言葉の世界なんだな。そうそう、言葉の世界ね。そう。うん、Could there be ways to reveal in a phrase how I feel? これ、クエスチョンやな。Could there be ways? そういう方法があるかな？で、何をする方法かというと、to reveal how I feel に続くんやけど、うん、to reveal in a phrase はちょっと間に挟まってて、一言で言うと、うん、みたいな感じで、私の気持ちを一言で表現できる方法なんてあるのかしら、ないわよねみたいな、そんな感じ。リビールっていうのが、リビールっていうのが、これが露出するっていうか、あのバレるっていうか、こう表に出すっていうかさ、表に出すってそういう感じ。そうそう、隠してる気持ちを表に出すのがリビール。自分の気持ちを一言で話せるような、そんな方法って、露出できるような方法ってあるのかしらみたいな。あるのかしら、もちろんないわよねみたいな。っていうね、反語ってやつやな。そう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 。OK、これが最初の一番の最初の A でした。はい。で、2番目っていうか、これが、これも同じメロディー、A メロディーやな。そうだね。Have you ever heard to、ここが問題の turtle doves。ここね。カメじゃなかったっていう。カメ、カメでも。カメじゃないのよ。Have you ever heard to turtle doves?、うん、これしかも聞いてくれるこの Bill and Coo。Bill and Coo はビルさん、ビルちゃんとクーちゃんじゃないんだよ。あ、違うんや。違うんだよ。このタートルドブさんの名前がビルちゃんとクーちゃんじゃないのよ、これは。あ、そんな風に見えてたけど。見えるやろ、これね、Bill and Coo っていう動詞やね。え、これが動詞。おお、うん。イチャイチャするっていう意味やね、これ。あ、そういう、そういうことか。うん。うんうん、なんかイチャイチャする、こう愛してるキスの時の音とか、そういうサウンド付きのイチャイチャの感じが病院風。それが先生、亀で考えたら、そう、もう亀がイチャイチャしてると思って大変なことで、亀はちょっと生々しいもんな。そうなのよね、唇ぶやぶやついしね。そうやな、タートルドーブスだったら可愛いね。そうなのよ、ね、うん、こじきバトちゃんがイチャイチャしてるのは可愛いからね、うん、それを聞いたことがあると、うんうん、彼らが愛するときに、when they love。だからこの最初のセンテンスは when they love までが続くよな。Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love?、うん、まあここでピリオドみたいな。ここでピリオドみたいな。そうそうそう。Okay. That's the kind of magic music. それが、そういうのがあの魔法の音楽なんだよね。私たちがキスするときの、うん、みたいな。それとその自分たちがのイチャイチャ具合をコジキバトちゃんのイチャイチャ具合とこう掛け合わせてる。なるほど、うん、これは誰かと、まあ、愛する、あ、そうか、ため息ついてた人と愛し合ってる時の、こういうことやな。そうそうそう、ため息ついてる相手の人とイチャイチャしてる時の音が、あのコジキバトのイチャイチャと同じ。そっか、
なんかドラムでピヨピヨって音はさ、出しにくいんやけどさ。いやね、あの、なんで、キジバトっていうかその、はいはい、音を出せる、あの、バードコールっていうのはあるんやけど、それを演奏中、ピヨピヨピヨって出た。でもまあ、このタイミングで、その、鳥っぽい音が出たら、ボーカルの人は、おーってなる。笑っちゃうかもしれんけど。あ、なるほど。こういうこうね、歌詞知ってるとね、やっぱちょいちょい、そうやな、ウェンクーのところとかな、ウェンウィーキスみたいなところはね。まあね、うん。で、ここも、ウィーメイク。That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. これが一個のセンテンス、この3行全部で一個で、うん、That's the kind of magic. That's っていうのはビル、キジバトちゃんのビルエンクーする様子の歌、うん、音楽が、私たちが唇で奏でるマジックミュージックのようなものだよ。ああ、私たちのこう、まあ、キスしてるこう時に、まあ、出てくるこの、うん、唇で奏でるあのマジックのミュージックっていうのがキジバトちゃん、うん、That's the kind of magic music。 ああなるほど、まあ、こう小キジバトが愛し合う音色を聞いたことがあると、まあ、聞いたことは、ここまでさ、前半ね、そう。その調べはまるで、その音っていうか、そのまあ音楽みたいなところは、私たちがキスときに、唇で、まあ、出てくる、まあ、音楽と、そう、奏でる、魔物の音楽。と、まあ、まるでそれみたいやな、っていう。そう。こう、こう、エンディングやな。まあまあ入り込んでんねんな、これ。もう入り込んでるよ。次々と言葉で重なってきて情景が全部出るみたいな。ああ、めちゃくちゃよくできてるね。でも、これはだから、そういう意味では、亀とちゃいますよっていうこと。はい、もうちゃいます。ちゃいますよっていうことと、まあ、愛し合う音をこう一生懸命こう、2番で。クーがまさか動詞だったとは。動詞やったんやな。そう、ビルちゃんとクーちゃんやとほんまに思ってたよ、私も。ああ、トゥータートル動物もな。そう。お代理様とおひな様やと思ってたわ。12日間のクリスマスの、ちょうど2番目に出てくるんちゃう。トゥータートル。ああ、そう。トゥータートル動物っていうのは、まあ、聖書からも、だからまあそういう意味ではもうなんか普通の決まり、愛の歌作る時の決まり文句みたいな、だよね、しかもバードランドやからね、はい、はい、なるほど、投げたんや、鳥のね、そう、あ、すごいこうやっぱトンチが効いてるんやね、そうだね、トンチってものすごい久しぶりに聞いたわ。じゃあサビ行きましょう。行きましょう。And there's a weepy old willow. これがしだれ柳。うん、weepy old. ああ、でもだから weepy old willow やから、やっぱりそうかな。私、he really knows how to cry. この柳ちゃんが、うん、もう古い柳ね、うんうん。もうめっちゃいつも泣いてると。うんうん、He really knows how to cry. もうめっちゃ泣き方を知ってるってもう言えるけど、まあめっちゃよう泣いてるっていうか、いつも泣いてるっていうか、そんな感じ。しかも、Willow Weep For Me っていう曲があるぐらい、こう、むせび泣いてる感じ。そうそう。だからここ書いて、いつも泣いてる。悲しみでいつも、むせび泣いてるって書いて、これ。なんかこう、むせび泣いてる。Willow ってそういうイメージやねんか。あ、そういう。How to weep and cry じゃないけど、最初に Weepy Old Willow ってあるから、やっぱりむせび泣いてる感じやな。そう。このウィーピーっていうのがむせび泣く感じ。号泣してるんじゃなくて、こうシクシク泣いてる。なんかまあでもその柳の形がそういうこう。そう。なんかにとっても日本風やけどアメリカでも言うねんな。そうやって見えるねんな。うん。うん、でまあ泣き方を知ってると。そう泣き方を知ってる。っていうかもうしょっちゅう泣いてるとかよう泣いてるっつうかさ、うん、そんな感じ。That's how I'd cry on my pillow. だからピローとウィローはよくある韻の踏みパターンやね。なるほど。あとイエローとかな。でもイエローね。うん、ピロー、ウィローはよくあって、ウィローの泣く様子がピローで泣く様子ってのはものすごいようあるから、でそれよくここにも使われてて、うん、それが私が、柳ちゃんが泣いてるように私もこの枕を濡らしてむせび泣くのよ。うんうんうん、If you should tell me farewell and goodbye, もしあなたが私にバイバイって言って別れてどっか行ってもう去ってしまったら、うんうんうん、
If you should tell me. 別れてるわけじゃないんやけど、それぐらいこう愛してるっていう。こうなったらな。That's how I would cry on my pillow. が家庭やこれな。そう、そう、もし別れちゃったらもうじゃなくでっていう。もうめっていうか、しむせびなくで。むせびなくでみたいな。そうそう、ちょっと脅迫入ってる感じの。そう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 。ちょっと脅迫入ってる、ね。ちょっと怖い感じのやつ。わかりました。あ、意外とだから俺はその なんかこうめめしい部分がサビでぐちゃってあるんだなと思ったら、そうでもないんやね、うん、あ、まあまあめめしいけど家庭法のめめしいやなこれな。うん、そう、もしまだ本当に泣いてるわけじゃなくて、そうだ、本当に泣いてるわけじゃない、まだ愛し合ってる、別れてはいない、別れてはいないっていうところ、うん、あ、それくらい好きっていうことやかな、ね、うんうん、なるほど、サビとしてはすごくあの展開部分がね、好き好き好き、もし別れたら泣くで、それぐらい好きって言ってんで、そうそうそう、だから全部うまいこと言ってるパターンやな、これ。うん、うまいこと言ってるパターンだよな。そうそう、うん、こうサビで別れてはいない、そう、別れてはいない、ここでドラムでこうブラシで別れたい感じに出したらあかんで、やっぱり盛り上がって、もうより一層好きでいいってことやな。そうかな、うん、なるほどなるほど。そっか、これでもこの曲やるときにはやっぱりキジバトのバードコール鳴らすようにしようかなと。そうでしょうか。はい、じゃあ最後の A をやってみましょう。ちなみに Willing by Lullaby of Birdland。 ちなみにこの Lullaby 綺麗に歌うの大変よ。 Lullaby、うん、L やし U やしね。 Lullaby of Birdland。 Lullaby Lullaby、ラーラーって L な。ララバイオブルドレン。しかもレン。L いっぱい出てる。R が出て、バードラン。バードラン。バードレン。難しいね、これは。難しいね、案外ね。簡単なようでね。うん、ララバイじゃないからね。ララバイオバードレン。バードランドじゃないからね。あ、まあ、カタカナになるね。そうそう。まあね、はい、ララバイオブルドレン。Whisper low, whisper low。あの低くね、ささがやく、そっとささがやく感じ、ね、うん、Kiss me sweet、 あの甘く口づけをして、うん、そうしていきましょうと、うん、we'll, And we'll go flying high in birdland、 flying high in birdland。 これ飛んでるのは私たちだからね。ああ、なるほどね、あの 空高く飛ぶ、空高く舞い上がる、うん、2人でね、バードランド2人がね、そうそうそう、 High in the skyUp above、うん、All because we are in love。 だって愛し合っているから、キャー、うん、空高く、アップアバブ、むちゃ上の方に、ね、上の方に、なぜか、なぜそこまで行くかっていうと、それはまあ All because ってことは、それの理由は全てってこと。All because、 そうだね、 All because we're in love。 そう、それ今まであの月あの高く舞い上がってる、それ全てはだって愛し合っているからということなんやな。だからもう、はい、天にも昇る気持ちの感じなんやな。そうですね。なんでため息つきはんねやろな、なんか最初のため息が。もうあのため息っていうのはあのあーだるいのため息じゃなくて、なんかあの愛にあのそっちの、そうそう、そういうため息、しんどい辛いのため息じゃなくて、こうほんとこのため息をつくのがこうちょっと色っぽい、色っぽいため息だよな、うん、だからそういうあの I Hear Rhapsody でさ、ひょっとしてそんな出てこへんかなと思って歌ってたらあんまり出てこへんかったけど、 And when I hear you call so softly to me、 名前を呼んでくれたら、I don't hear a call at all、 名前を聞こえなくて、 I hear a rhapsody みたいな、うん、rhapsody が聞こえるっていうのは、なんかこうあなたのやってくれることがもう自分の中ではこうあの歌に聞こえたりとか、あのサイなんだけどもう子守歌に聞こえるみたいな、それぐらい好きやからみたいな、ということね。そうそう、はい、サイはいいイメージも悪いイメージもあるって感じなんやろ。でもそうね、うん、サイ、あ、もうサイは本当あのがっかりしたサイもあるし、うん、歌に今もここで使われてるサイやったら、なんかあの、うん、本当あのちょっとため息、吐息、吐息みたいな、吐息、もうなんかめっちゃ美味しいもの食べた時もため息出るしな、そういう感じ。まあだからいろんな意味の、まあ日本語のままのため息、桃色吐息みたいな、うん。でも日本人でがため息っていうとどうしてもやっぱりこう悪いイメージがあるけど、ここのため息は、ね、吐息をつくって言った方がいいのかな。なるほど。
だよね、アメ息ため息をつくとアメ息って言うとほんまもうだるって感じがするもんね、うん、吐息って感じか、そうな、という感じで、なんかそういう音って出るのかな、吐息の音ってブラシやろうか、ブラシやろ、でもブラシずっと鳴ってるからな、うん、でもまあバードランドやからまあ鳥っぽい音、うん、で出すタイミングはここやね、ここ、はい、2番目の絵の時やね、うん、まさかの、あと結び泣き、結び泣きシクシク、これもちょっと出しにくいかな、そうだね、うん、でもまあポイントとしてはここドラムね、こういう知ってるタイミング、ただただバードランドやから鳥の音鳴らすんじゃなくて、ここのタイミングで鳴らすとちょっとそうですね、くすって笑ってくれるかもしれんなって感じやんな。というわけでやっぱり歌詞知るとね、やっぱりこうサポートしやすくなるよね、絶対ね。そうだね、これやっぱりこのブリッジがさ、あの悲しいんじゃないっていうのはポイントじゃない？そうだね、うんうんうん、リードオフの cry って出るから、泣く悲しい場所かと思ったら、いやそうじゃなくて、そうね、うん、ここの部分ね、サビの部分、泣くぐらい好きっていう、ね、そこら辺をぜひドラムの人は理解して叩いていただければと思います。はい、やっぱりジャズの曲って面白いね、やっぱりそうね、いい歌やな、しかもあのちゃんとなぞるとメロディーやっぱめちゃくちゃいいよね、やっぱりピアノのジャズピアノの人が作ったメロディー、さすがジョージシアリングって感じ、そう、ラララララあれれ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 めっちゃクロマチックやしさ、うん、まあええ歌やわ、うん、あのヒットしただけやっぱりありますって感じ、ダジーやし、しかもキャッチーだよね、すごい、そうだね、ほ、うんまやね、でララバイはバードランドっていうふうにもうタイトルさっき決めたんやろな、なんかだよね、うん、でそれに歌詞が後付けされたんやろ、歌詞もよくできてるね、これはね、うんうん、はい、ぜひ皆さん歌っていただきたく、ドラムのサポートの時もそれを思い浮かんでやっていただけたらと思います。はい、本日は以上になります。深谷君、大輔さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。